プロスピエース始めて1年目に知っておきたかった豆知識、雑学を教えてください。一番意見の多かった、その A ランクの使い方っていうところになりますが、基本的に特訓に使う A ランクというのは、レベルマックスにしたものを混ぜるとい、えー、ったところが大事になります。成功率っていうのをね、上げるためにレベルマックスにしましょうというところになります。あとはね、経験値でも A ランクのレベルマックスは大体7000経験値ぐらいね、えー、くれるので、えー、A ランクは基本的にレベルマックスにするっていうのが基本的な育成の 仕方ににななりりまますす注意して欲しししててていいポインンントととと a a ランクに a ラククを入れてしまうううことが、えー、かなりあったそうですレベルマックスでない状態の A ランクの選手を混ぜても限界突破されません。限界突破をね、させるための方法として、一つがレベルマックスにする。もう一つあるのが、A ランクの特訓をレベルマックスにするっていうところですね。あとはですね、今後ね、強くなりそうな選手とか、過去に強かった選手っていうものの A ランク。 こちらについては取っておいた方がいいかなと思っております。